チャオ、パスタマニアです。今日は採れたばかりのタケノコ、オイスターソースでオリエンタルな一皿料理を作ってみました。それではご視聴よろしくお願いします。
タケノコがシャキシャキでまたうまいね。この醤油、みりん、ね、紹興酒か、3つが1対1対1の黄金比率ってやつで、そこにオイスターソースね、これ加わるとまたいい味するんだね。